宝通る丘陵は、能登半島の基部に位置する丘陵地帯である。石川県と富山県にまたがっており、海抜500メートル以上の山も見られ、宝通る山地とも呼ぶこともある。両県境に沿う山地、丘陵のうち、おおむね栗から峠付近以北を指し、南は両城山地に連なる。宝通る丘陵は、北西側に存在する断層の活動によって、隆起して形成された。 付近には、法通るの名を冠した宝達清水町もある。なお、北西側は、大地形交代と呼ばれ、白石付近には、大地形も見られるなど、標高の低い地域である。法通る球場は、石川県と富山県にまたがっており、富山県側が寒斜面で、石川県側が急斜面という非対称性が見られる。また、富山県側では佐和豪集落から岩崎花まで、 二条丘陵という比較的大きな塩根が分岐している。宝刀ル丘陵には、山頂の標高が637メートルで、能登地方における最高峰である宝達山の他に、主な山として、イスルギ山、五石が、峰といった、標高500メートル前後の山などが挙げられる。なお、二条丘陵には、二条山や三千坊山といった、標高300メートル弱の山が見られる。 参考までに、宝通る丘陵の山の中で、例えば三国山や五石が、峰の山頂は、石川県と富山県の県境として利用されている。また、荒山峠や原山峠は、宝通る丘陵にある、石川県と富山県の県境の峠である。宝通る丘陵の地質は、変魔岩類や、加工岩類の上に、新大三基のガ岩、シルト岩、砂岩などが覆っている。 このような地質であるため、硬い地層と柔らかい地層が交互に堆積した場所が、地殻変動によって流気し緩く傾斜した状態で、雨などによる侵食作用を受け、硬い部分が丘陵として残ったケスタと呼ばれる地形も見られる。比較的硬い地層でできた急斜面の石川県側に対して富山県側の寒斜面は柔らかい地層のため、富山県側は、 地滑りの多発地帯である。ハットと山の土木過去、現在、未来。ありがとうございます。